山田ちゃんかと思ったらうさぎだったのやばい山田桃カちゃんですけどうさぎさんです <laughs> うさぎさんですとかやばすぎちょっと大丈夫ですかねこちらを使わせていただいてます今日も京都で うさ,ぎさんなので昨日はあのー、あのー、巫女さんだったのですごい薄いメイクをしたんですけど今日はうさぎさんということでちょっとピンクっぽいメイクをしてもうそれはこれしかないと思って指原さんのリディミューさんあのー、02番です。アフィィックスティントの クラシカルプラムってやつですすごくいいんですこれこれつけてお話し会したら結構乗り直さなくてもね大丈夫なくらい最強ですシェアしますお腹いっぱいお腹いっぱいだよ お昼にあの、あのー、用意してくださっているケータリングのお弁当ハンバーグのお弁当を食べてでその後にあのに、ー、お家でマックを食べました <laughs> 食べ過ぎてるあ嘘です人参食べました <laughs> 最近なので。 どううしようなんて言うとテロップむずいなうさぎさんですとかちょっとやばいですかかうさぎさんだもんなだって今うさぎさんですちょっと帰ってきてからまだメイクのしてないからちょっとこずれちゃってるかもしれないごめんなさい眠いちょうどねあのー 今日はポカポカしててあったかいなと思いながら日向ぼっこしながらこうぼーっとしてたら眠くなっちゃってでそうしたらあのショールームだって思い出して急いで準備した <laughs> こういうお休みの日のお休みの日にあの日向ぼっこしながら寝るのが一番いいんですよね ここのここのところ3日間ぐらいね毎,毎日ね6時とかには起きてたから眠いんです左耳が折れてるんですよこれポイントなんです6時に起きて2時に寝てたっていう生活をしてましたテスト近いので 昨日はですねあのあのそう耳の形変わられるこっちもね折れるんだこっちも折っとくちょっと長いのであれなんか左右したいでしょなんかなんか変じゃん <laughs> ねこれ絶対変だよねこれ絶対違う両耳折ったら変だよ 昨日はね美子さんのメイクだったからちょっと薄めなってことでこのあいみんからもらったこのチークを使わせていただいたんですけど今日はこれを使いました白ピンクみたいなやつクリニークも使うんだけどね今日はねもっとねあの発色がいいからこれ。 フォ,ーレンコスフォーレンコスっていうんだ初めて知りましたありがとうだってコメント全然読めてなくてごめんちょっとうさぎだから鼻も赤くしとく顎も塗っちゃお <laughs> なんか適当に塗ってるわけじゃないですよ今日はニットにこのアンクルージュさんのこれ襟付つけ襟をつけております うさぎの写真ね載せるよ今日今日こそはね撮ってもらったのであのジュリーに <laughs> だから載せますね待っててほしいな今日載せるか迷ってるけど今日,のせるかな今日の夜載せるねなんかこのこのうさぎさすごいさ毛がさなんか結構あのすごいんですよねなんか ライオンみたいな毛なんですよね <laughs>。あ、いっぱいみんな送ってくれてた。ありがとう。全然、ね、コメントめてなくてごめんなさい。ちょっと一人で喋ってたちょっと <laughs>。なんか髪の毛が。 今日は三時半か四時ぐらいまでやりますなんか髪の毛が長いのがいるあれいなかった前髪直したい工事ないよ日曜日だから今日 <laughs> 切らなきゃねなねんか伸びてきちゃったから切りますも,もは成人式っていつ私はまだまだあのー、17歳なので,で次2月で17歳なので17181920だからあと4年後かな18歳で成人だけど成人式は20歳ですよね二十歳ですよね 3年後う三 !?3 年後あれ振り袖何色にするかね悩んでるんだよねでももうあのね緑がいいなって思ってた緑緑よくない <laughs> でもやっぱ庭中だから黄色かなとかうん思ったけど。 メンバーカラーだからピンクかなとか思ったけどちょっとねそんな何かどうしようちょっと落ち着いてもらっていいですかこうしたら割となんかいい感じになるなんか逆に変じゃないなんかこうした方がいいわかんないもうわかんないでもう 緑いいですよね分かる分かる周りと被らない何色が多いんだろう何色が人気なんですかねえ <laughs> 緑前ときは似合わなすぎてやめたそんなことないよシルバーシルバーなんてあるのシルバーの振り袖なんてあるのこっちかバリバリいってるやけさしね <laughs> なんかね結構あのねクセっ気ですこっちは結構ねおとなしくなったけどこっちはもうなんか無理 ピンクとか赤が多かった。あ,あ、そうなんだやっぱり。じゃあ緑、相手の緑良さそうですね。マワに聞いたマワ赤って言ってた。白ピンクいいね。白ピンクもいいかも。そう眉毛もちょっと伸びちゃったんだよね。また切ります。あとこれ被ってるから後ろなってちょっと伸びてるように見えるかもしれない。かもかも。 眠い。うん。眠いです。青系統ね、確かにでもいいかも。青青か。青の服はどんな感じだろう。なんかさ、あの花さんがさ。大場花さんがさ、あの成人式であのや。 あのやりたいっていうあのリクエストが多かったので「載せました」みたいな感じのせてらっしちゃったじゃないですかあの髪型超可愛いと思ってそうまとめ髪のやつやっぱねなんかねまとめ髪可愛いなと思ってこんにちはちょっとなんかここひげみたいになってるんですけどひげじゃないですかね いいねお母さんの振り袖とかっていいですよね代々受け継がれていくみたいな確かに髪なんか成人式のために伸ばす人多くないこんにちは <laughs> 今日あの話し会今日もやらせていただいたんですけど あのコーナーのお話し会が聞こえてきてあの2回目その枚数を分けてあの来る方もねいらっしゃるじゃないですか。で多分1回来たけどもう1回来てくださった方がいらっしゃったと思うんですけどなんか「おかえりなさいませ!」って言ってて <laughs>「ここはメイドカフェか?」と思いました <laughs>。 <laughs> そうメイドカフェ来たと思っちゃったかわいよねウサギですヤッホーステイビ向かってるから星投げなきけそっかそうですよね3時からですよね開演が。 いいな私も行きたいですでなんかさ毛がそうあお前かこいつだわ抜きますよ皆さんいいですかこいつはら捉らえました獲物はやばいなんか3本ぐらいになっちゃったから3本抜くのはちょっと怖い出てこいないです なくなっちゃったなんかやっぱり抜くのはダメ抜いてないですあのー、抜くのダメなんですよやっぱりすごいねこの前ヘアメイクさんの前でね思いっけ抜いちゃってねあのねえっていう反応されました見 <laughs> た方がいいよって言われました <laughs> 本当にね抜きたいの私抜くのはね好きなんだよねもうなんか <laughs> 早いからねめっちゃ抜くの私あうさぎの毛でしたうさぎの毛がなんかここら辺にあったか愛かったんですね白髪抜くのってあんま良くないんだ抜くと逆にぴょんぴょん流れて確かにそれはそうですね 私はアホがすごいので多分そのせいだと思われます前髪が長い今日で投げらえー、見納めやだ私も見たい私もお会いしたいです そか卒婚ですもんねあとスペイベ今日のスペイベと卒婚だけですもんねうんうんちょっとかここだけ見るとさなんか <laughs> これ見えてんかうさぎないとさなんか何の格好ってなるからちょっとちょ下がります 下がると暗いでも,もう新年明けてね1秒でね「あっ新年明けましておめでとう」ってなった後にねすぐね「あっ卒業まであと2週間もないんだ」っていう気持ちになってすごくなんか悲しくなりました。っていう感じです <laughs>。 髪が見えないと思っとしてここにありますよ髪は情緒どっか行くよね送るいや <laughs> ってうん。ってなりました初見ですありがとうございます海ちゃん海ちゃんさんありがとうございます 1>, 1月入ってさなおさら感じたよねわかるあっ足がしびれてる足がしびれた私は今日決めましたリングライトを買います初見じゃない人が初見って言ってる <laughs> 初見じゃないやろ暗いねやっぱりないと。 年男なんですか名前がたくさんあつしてなんですけど <laughs> たくさんあつしてやばすぎるリングライトね買おう買おうと思ってねまだ買ってないからね買いますどのリングライトがいいですか皆さん <laughs> 皆さんお家に あのリングライトある方いらっしゃったらここのリングライトいいよって教えてください三脚タイプのやつがいいんだよねまあでもなかなかそんなねあれだよねアイドルリングアイトないないないか <laughs> でもさお話し会お話し会をあのお話し会に あの来てくれるん私たちとお話し会をするためにリングライト買ってくださる方もいてわあありがたいって思いました土台しっかりしてるのがええよみんな言うやん土台土台目痛くなるの分かる土台って何どういうのがいいんですかなんかこう私は今三脚タイプのなんかこういう感じのこういうやつなんですけどこういう。 倒れたことはないんですよ、これででもハートリングライトそれがいいそれにします <laughs> それにする調べよう、ハート、リングライトって丸くて重いやつあ、こう、ドーンってなってるやつね 足を指にそう。分かるでしょこういうタイプのこういう、こういうやつ。ハート可愛いいよね。わあわあなんかすごいありがとうございますすごーいありがとうございますなんかお祭りみたいになってる。お祭り今の。 ゆうじゃんありがとう今日スペイベなんでしょう。楽しんできてね本当にありがとうわざわざ見に来てくれてタワーも投げてくれて本当にありがとうございますありがとう素敵だったねうさぎちょっと目覚めました今ので <laughs> すごい今ねあのお祭りが開催されたかと思いましたちょっと ありがとうございますやばい今これあの「大丈夫でしたか画面がこう入れてたかもこのせいで七福神あそうなんだ七福神ってなんだっけじゃ <laughs>、ね、寝てたんじゃなくて眠かったの「ありがとう迎え張るタワー」 向春じゃなくない芸春じゃない誰「向かい春」とか呼んだ人さすがに私でも読めますけどウフン レモンかいおいおい大丈夫かだってねずっとここにね「芸春」って書いてないここにえマイモなのいやーやばすぎ大丈夫か <laughs> <laughs> ユうありがとうねスペイベの感想教えてください瀬戸りと瀬戸りまで覚えてないかな 七福寺に教えてくださってるけどなんもわからんな乾燥リップします待ってますありがとう大好きだようさぎゆうのうさぎです <laughs> ハートのリングライト見てきたけど可愛い。本当それにする。ハートで土台がしっかりしてるやつね。了解了解。タワー立てるために馬券買ってるよ。それ、それはあの、いいんですかね。<laughs> 逆に曲げちゃったらどうすんの <laughs> でも、勝ったらすごいよね。逆に言ったら。頑張ってください <laughs>。ももかちゃんは、ファンの顔と名前をぶるの得意。うん、得意だけど、あのー、ライブとかだと。暗くて、マスクしてると、ちょっとね、むずい時はある。 けどボードとかをいつも同じやつ持ってくれてる方とかあとうんまあ何回も現場に来てくださってる方とかはまあ顔はさわかるじゃん。だからそれは分かるんだけどあとまあ大体ももかのペンライトの色を持ってくれてれば。んて見て「ああ!」ってなりますね <laughs>。 たー来なかったらお察しくださいってことかな <laughs> そういうことだ <laughs> 今日の解明教えてください解明何の解明馬券の馬の種類知らんモは人参食べられるのうんとハンバーグについてるさあのー 茹でた人参わかりますかかなんか味ついてて茹でてあってなんかよくコーンとかいんげんとかと一緒にこう添えられてるやつあれめっちゃ好きなんよねハータンがねハータンがいつもハンバーグ作ってくれる時にねそのあのそれをつけてくれるんだけどそれが好きガストもガストとか言っていいのかな ラストのねあのハッシュドポテトみたいなやつわかりますかあれ超好き1から16でおもちゃん好きな数字3つ教えてえどうしようどうしようじゃあ234234にします2は私の好きな数字で34は指原さんの34ですお願いしますこれで <laughs> バケとかいっちゃダメダメなの？あ一から十六まであるの？七あどな,な,な何個まであるの？二三四はこの <laughs> 絶対来ないのかな分かんないそのやったことないもん。ちょっとなんか詳しい方に聞いた方がいいですよ。絶対当たらんからな <laughs> 絶対無理で笑う。もう笑われてんだもんもうやる前に十六まである。 そうなんだ。十六体馬いるってこと？十六匹で走んの？一戦に十六匹走って怖いねなんかちょっと勢いすごそうだね。二歳は無理やろ。えー、どうしよう。それでいい？<laughs> 変えようか。変えます？どうしよう。 じゃあ16区まであるとしたらもう買ってるもう買っちゃった俺はもうちゃん信じて兄さんやんかよもう絶対この配信来てくれないじゃんうん来てよー大丈夫ですかね <laughs> あ十16匹で走ってるとと競うんだ乗馬はね 乗馬なんかちゃんとした馬じゃなくてさちっちゃい馬いるじゃんなんかかわいい感じのちな、今日のレース7頭までですねあそうなんだじゃあ234でよくないポニーそうポニーポニーとかさあのよくさなんか公園とかにいないなんかちゃんあの そこら辺の公園じゃなくてなんかちゃんとした公園そういろんな,なんかアスレチックとかさある公園とかにさよくさなんか乗馬体験みたいなできますよみたいな公園とかあってそこでなんかやったことあるかもしれない公園じゃないかな,な,なんていうの公園じゃなくてなんていうのん リップなぁ公園にあった <laughs> そうイベントで乗ったことあるイベント何のイベントだ今日ねいっぱいキャータリングからお菓子もらってきちゃったやった <laughs> お菓子ゲットあ待って手に持ってたんだけどこわ 怖,っ <laughs> 怖いんですけど手に持っててさ「ないんだけど」とかずっと言ってたんだけど怖い眼鏡見つからない時のやつ <laughs>。 ももちゃんお話かありがとうこちらこそありがとう楽しかったねイェ <laughs> 東大元暮し白とピンクが一番似合うねなんかこのさ絵文字先端恐怖症にはきついかも <laughs> あなんだ大吉あ大吉だありがとうあ誠さんじゃん 今日ありがとね昨日もお話か会ありがとう楽しいみんなとお話しするの楽しいですこちらこそありがとね本当に大吉だから気分が良いですお雑煮食べてました まだお雑煮あるの <laughs> 超いっぱい作ったってこと1月1日の時今作りましたお雑煮おいしいのであなるほど料理できるのすごいですちなみにサバ缶は食べないんですか 私お餅めっちゃねハマっちゃって今年も毎年この時期になるとお餅をねいっぱい食べてしまうんです1回に2個食べたりしますからねサバ缶なのにサバ缶食べれないのなんでサバ缶にしたんじゃあ名前お餅何で食べるのが一番好ききなこ餅 <laughs> きなこ餅です。餅十二個食べたよ <laughs>。それはちょっと多いですね。でも幸せなら。オッケーです <laughs>。それで不意にこうやなっちゃった、今。不意にちょっと名言言っちゃった。砂糖チーズ。食べたことない。 ごめん、今ちょっと不意打ちだっとだたね私もどっかで聞いたことあるもう言葉「一人目か」ってなんだよねかわいい <laughs> あっ千吉あっ千吉だえっって待って今日すごいよ今日めっちゃ当ててるよ今のところ全クリあけけ、ありがとうそれリアルで使いこなせてる人初めて見たしかも私今意識なしでやったからねもう結構プロよ でも初めて使ったけど <laughs> <laughs> うんクリアした人何のクリア何のクリアですか今日調子いいねこれめっちゃいいよこれこれリップじゃないんですけどこれね 今日使ってるんですけど最近,のメ最近のメイクで使ってるんですけどあのねピンク涙袋にのせてるももちゃん下向くと耳が 3D 見たいのにさ <laughs> 下向いてたら見えないよ当たり前だ今日そのファッションでマックに行ったのうんなんかね ママがね帰ってきたらねマック買ってきてくれてたからお家で食べましたまたせった <laughs> このウサギで待ち合わせするのやぱすぎでしょママママクママママク 弁当出ること知らなかかったんんママさん私が食べたかったからね弁当食べたってこと秘密にしてたのだってお弁当を開けた瞬間に「今日マック買って帰るよ」って来たからまあ迷わずどっちも食べることにしたよねでしゃっかりねあのマックのねアプリ開いてね どれにしようかみたいなこれでお願いしましてスクショも送りました <laughs>。何食べたんだっけど。うんと、うん。名前が覚えられないマックって食べすぎとかさ言わないでよわわとか <laughs>。 で食べわ、マックも食べ終わった後に「実は今日ハンバーグ弁当を食べたんだよね」って言いました <laughs> そしたら「えっ?」って言われましたハンバーグとハンバーガー確かにでもねハンバーガーのハンバーグ入ってるやつじゃないやつ食べた足りるん たそれは足りますコーヒー飲めないチキンかもチキン入ってるやつだったかも。 マックまた値上げするらしいねあなんかパパが言ってた今日マックまた値上げするらしいよって言ってたお弁当じゃなくてマック食べてる時にだから噛みしめて食べた別に <laughs> 最後ではないんだけど <laughs> 最後っていうわけではないんだけど値上げってい、ね、そんなめちゃめちゃ上がるってことなの飲めないのかコーヒーチケット誰かにあげよう何のコーヒーチケットですか コーヒーコーヒーヒは飲めないですよココアが好き20万ピーノがああじゃあチェキティでえすごーいやったすごくないですかあじゃあ今日であれなんか今そう なんか来たのに開かなかったんだけどおみくじがそんなことある <laughs> あれ嘘中切っちゃったなんか嘘私の画面バグってたありがとうバグりやすいんだそうなんだねけけとゆたんとあやたんありがとう私今日調子いいのでね 中期一年だっほんと今日まだ今日ないね <laughs> そうね私あのー、去年かなやってたイコラブさんのおみくじめっちゃ弾いてたな去年本当に毎日弾いてたな本当に毎日弾いてたなファンクラブのやつです あユタンが今日出してるとこ見たユウカの配信でなんか終わりまーすぐらいの時に投げて今日出してなんか気まずく終わったやつでしょ見てたなんかそれ <laughs> うん大吉あれあちょっと調子悪くなってきたぞおおお大丈夫かあエルフありがとうちょっとやばいやばい次こそは当てなければ 気ま,ず気まずくはないんけどなんか気まずいってなってなかったあらあ,あらあらとはあらって言わないでくださいよあてなければという使命感に絡られております 終わり際に大吉出してやろうと思ったら今日出たそれのツイートも見たそのツイート今日出てないだけすごいね大吉あー中吉だった <laughs> 中吉多いからじゃあ次中吉にします中吉予想でいきますね今日出てないだけあれ読んじゃったわさっき読んだおのコメント <laughs> 日頃のおないよねあそう言うたんに言ってんの <laughs> ゆたんさん言われてますよ大丈夫ですか <laughs> 初訪問の方もありがとうございます中吉予想は高確率で当たる確かに中吉多いねでも端末によってなんかあれなんでしょ中吉が多いとか大吉が多いとかあるって聞いた お先に失礼しますまたねあまたねありがとう今日これから映画見に行くから落ちるねまたね今日も一日お疲れ様でしたありがとうなんかみんないなくなっちゃうもう方過ごしたらだいきつってきますそうですその通りあチえキチえ え <laughs> あッあらあらあら外すのがチち笑う笑わないでよ <laughs> スーちゃんありがとうあカズヤも投げてくれてたありがとうねもーちゃん配信終わったら寝る感じ勉強勉強勉強しますズいちゃんで20万いたの初めて20万 行ったのあっイベントですかえそうもう20万いったんですかえありがとうございます嬉しいそうなんだここになんかさで出るやつがさなんか出てこないんだけどありがとうございますやばいそ <laughs> れいすごい勢いでアタックしちゃってごめんなさいゴンって言ったねびっくりしたごめん ティフには行きました。ありがとうございます。ティフ見てくださったんですか？ありがとうございます。あ、大吉で、あ、<laughs> ゴンって言ってたね。ナナ,ナだ。ありがとう。<laughs> えっとこういうイベントで達成した。 あと何にあとに何か届いてるの届いてますよあのハロウィンの時にあのイベントをやってた時にあのー、カタログギフトみたいなのをねよくさここに残像が見えたんだけど怖いなんかこうやって動いた時になんか残像が見えたあのー、なんだっけカタログギフトを頂い,いてあのー この前いただいたんですよカタログをで見たらすごいいろいろねあってどうしてまだなんでてまだあの出せてないんですけど何がいいと思いますか十八期の子うんそうカタログっといたのありがとうね本当に皆さんのおかげです皆さんも何食べたいですかでみんなが食べたいもの頼もうかなとか思ったけど私が食べるんだよね結局 みんなにも送りたいみんなもいっぱい美味しいもん食べてねリングライター乗ってないよだって食べ物と食べ物かないっぱいあったねなんかねあのねフルーツもねあったしねあのー、お肉とかもあったしね海鮮もあったしねカニもあったしねいろいろあったあじゃあじゃあ大吉 あ、大吉だ <laughs> ありがとうアムッティーだありがとう <laughs> どうしよう。ね、お肉いいなって思ってるんだけど、ママに聞いたら、いや、お肉でしょうって言われた。達成した後にも、僕自身の方に手続きとかするの。何もしない。何もしてないです。なんか、待ったら、くださった。何もしないで届くのあ ログギフトはなんかハガキを送るって感じあのカタログギフトをもらったって感じだから自分で選んで書いてみたいな感じ何がいいかな何がいいかな本当にちょっと待ってねよいしょよいしょこれこれだ すごいね本当に締め切りはあるなんかお酒もあるみたいなんですけど <laughs> お酒は飲めないのであとねコナーの大好きな和菓子とかもあった何がいいかなあとコナーの好きな枝の芽があります <laughs> 読書してるの偉い読書 江戸ここで枝豆選ぶんかいってなっちゃうよそれはでもなんか山形県産のなんかいい感じの枝豆らしいです豆豆にしないよ <laughs> 江戸豆やだよだみんなと一緒に決めたいなみんながあのくださったものだからね もうかっにお酒プレゼント <laughs> なんでパパにあげなきゃいけないのまあお肉はあげるけどもモかも食べれないの嫌だフルーツもいいよねなんかマスカットとかあってシャインマスカット。 ねえ、ね、うん迷うな迷ってさどうしよう迷ってさもうさ最終的にさ私さ期限切れるとかにあるだけはなりたくないのないつまでだ期限期限いつまでになる 五月までですって。だから五月までだからみんなで決めるっておもいの選べて <laughs> 違う美味しいやつ期限前切れた人ええー、そうでしょうもったいない。もったいないよ。 何でもやってるお肉か、まあのー、フルーツ5月までって思ってると忘れるから早めにねそうだよねそうだよねあこんにちは アイちゃんのファンの方だ。やった嬉しい。ありがとうございます。来てくださって。ショールームのアンケートできるアンケートってやってもいいのかなちょっとやり方わかんないんだけど。オホーツク海、オホーツク海鮮鍋ってセットがある。すごいね。まあ、ゆうかちゃんやってて、本当にそうなのお話し会ありがとうね。あこちらこそありがとうね。楽しかったです。毎回楽しい。 三年に行った？ありがとうございます。うさぎ <laughs> うさぎの格好でカタログ読んでるの面白い確かに。写真が見たいです。何の写真？あがんってなっちゃった。 カタログの写真？カタログの写真どういうこと？何の何のやつがいいかな？カタログでははそうだね。どどどどのページがいいですか？<laughs> どのページが？ワインとか写してバンとかされないよね。ワイン？<laughs> 大丈夫ですかね。 5ページ5ページはなんかこういうクッキーお肉のページはいっぱいあってお肉がこれとか。 これとかね迷うよねこんな種類多かったら迷っちゃう。初の晩はやだ。今急に思い出したんだけどウサギのお肉っておいしいねまって私もウサギなんですけど。 今私ウサギなんですけどそんな残酷なこと言わないね <laughs> 残酷なこと言わないでくれよウサギがにせ肉見せてくるのをして確かにちょっとなんでウサギかぶってるなってなっちゃってるねしゃべしゃぶ用もあるしなんかあの普通の焼肉用もあるありますくしてもいいダメです 耳でアタックするぞ。結構強いからねこの耳気を使う方がいい。<laughs> でシャインマスカットもいそうじゃない？でもシャインマスカットって何月が旬なんですか？あでもなんかね書いてあるこのあれだわあのー。 これを頼むとしたら何月から何月にあの届きますって書いてあるから多分旬の時にしか来ないんじゃないかな多分そうだと思う書いてあるそうやってだからシャインマスカットは9月,9月20日で体ってかって早く食べたいそんなてない フ <laughs> 秋だよねやっぱ旬はそうだよねいちごでもいいな ももだ,だからも私あんまもも好きじゃないですよね <laughs> 残念なことに馬刺し馬刺し食べたことない美味しいのいちごは普通に買った方がいい本当おもしあせなって <laughs> あのね まあた美味しいんだけどねうん美味しいんだ馬刺し馬刺しって何馬のお肉ですか <laughs> もうもっと頑張れ馬は悪くないから私が悪いのよ の配信が終わったら私は勉強頑張るのでみんなも頑張ろうねなんかなんかなんだお仕事とか私はあと一週間ぐらいでテストなんですあと一週間しかないなってもうこの前まであと二ヶ月ぐらいだったのに<笑><笑>、はあそんなすぐさ。 店行くの頑張りますそれはもう頑張る,頑張ることがないですもうね私福の空間なのでねあそこは天国かと思いますよ一瞬あ一瞬私ってあ天国来ちゃったんだってちょっと思いましたにゃぞいちゃんまだ TikTok 始めたん始めないんじゃないかなまだ言われてもない睡眠頑張りますずるい,い,い睡眠したい なんなら冬眠したいです勉強教えて差し上げたいね本当にねちょっと数二がピンチ数二数二数一数二もどっちも無理だよ2年生やり直すや嫌なやん嫌なよ, <laughs> なよ私た確かこのアリスと同じ年代になっちゃうじゃんもうこのアリスはこのアリスなのよだって 私入ってきたらおってなってしまうからね理系なのえっとねーある全部全部ある単位をね取らないといけないテストだから全部ある国語もあるし私も私立文系だったのに。 に b は僕無理 <laughs> 無理って言われちゃった教えてよ <laughs> シリーズ文系って意味分かっとんあれでしょあの 私立に進む文系の人たちが行く、あれじゃないの国公立と私立ですよね。何の私立ん数学とは違うのわかんない。私もちょっとわかんない、そこのところは。<laughs> なんかわかんないでやってる。ちょっと私のことばかりしすぎじゃないですかわかりますわ、そんくらい。 数学文系だけど数学を教えてる。なんで教えられるの？なんで教えられるの？わかるの偉い。うん。そそんなことで褒めてくれた。ありがとうございます。 マクドウ届いたので今からマクド食べますねあお家にウーバーしたの待って難しい話されても分かんないよ難しいお勉強の話よ難しい毎回でも私なんかギリギリに焦るタイプなんだよねだからもう 本当に頑張らないとうん皆さんはマックで好きな食べ物何ですかえビびフィレオ分かるえコーラはもう1位コーラ1位 <laughs> コーラ1位です サラダ <laughs> この前初めてマックのサラダ食べたらね美味しかったクーってことはシェラブドジュースってクーも好きいくら値上がりすんの,その ?500 円が1000円になりますとかそういう感じではないでしょパンケーキ食べたことない ミルク飲んでるの？可愛い,い。<laughs> ミルク好きなんですね。スマイルやばい。スマイル頼んだことあんの誰か。<laughs> その店員さんもスマイルくださいって言われてちょっとなんか気まずいくない。<laughs> スマイル一つって言われてあはい <laughs> え スマイルくださいっていう言うとことある方いますか。あります。<laughs> あるの、どんな感じでしたか、あの店員さんは。うん、みたいな <laughs>。苦笑いやん、それはもう。でもスマイルゼロ円だよ、スマイルゼロ円。 スマイルこそたくさんお金を払うべきだよね友達がバイトしてる時にある私マックも悩んだんですバイトする時にマックも悩んだんだけどあマックってスマイルあるな私スマイルできないと思って恥ずかしいと思ってやめましたあとね単純にめっちゃマックって人気だから忙しそうだから難しそうだし間違えて順番やりそうだし 私のスマイルはいんだよ <laughs> アイドルの方がよっぽどスマイル <laughs> そうなんだけどさなんかさそのわかる状況が状況が違うじゃん <laughs> そのマックでスマイル頼まれるのとアイドルとしてスマイル頼まれるのだと,ちょっと状況が違くない <laughs> 出かけるね配信楽しかったうさちゃんかわいいありがとうなな見てくれていってらっしゃい気をつけてありがとう私今スマイルしたので100円払ってくる後から請求タイプは怖いですね未来ある若者のためにスマイル頼むのスマイルスマイル頼むのやめた方がいいですよ別に笑顔が逃げ手とかじゃなくてね恥ず,く恥ずかしくないっていう コールセンターのバイトは結構大変って聞くけどバイトするのは接客なんかバイなんかさ高校生だからさなんかバイトするのは接客ぐらいしかないのかなと思ってたけど何があるんだろうあかね 何がいいか分かんないでもカフェで働いてみたかったんだけどねでもなんか高校生だとなんかあんまりカフェって採用されないじゃないですかだから難しいねキッチンかキッチンはね かわいいね。ありがとうございます。ももはーちゃん。リコのファンの方なのかななんかリコっぽいマークがついてる <laughs>。リコのファンマークこれなのめっちゃ美味しそう。そう、スタバのお姉さんとか、ちょっとね、やってみたかったけどね <laughs>。なんか結構見られながらやるじゃん、スタバの方って。私絶対ダメなんだよね、そういうの。見られながら、こう、 ホイップクリームとか絞ったら絶対なんかねミスる料理したくなさそう <laughs> バレてるやんスタバに合う本当にありがとうスタバってだって採用されるのも難しいって聞くからだダークモカチョコプラペチーノみたいな <laughs> ダークモカチョコチップみたいな名前むずいちょっと長い <laughs> この前学校のやつがセブンで働いててグラタン温めてくれたのはいいけど袋入れてくれんかった <laughs> 確かにそこはちょっとおまけしてようっていう感じか顔採用あるみたいだよ 何の顔。新作早く飲めるのかな。え、それはちょっと働きたいかもしれない。なんかさ、味見とかあるじゃん。私もあったんですよ。あのケンタで働いてる時に、あの味見あって、やっやったってなりました <laughs>。ヒップホップ踊れたのか <laughs>。ヒップホップやばいもう。 ヒップホップはもうこりごりですピザの配達でピ <laughs> ザ忘れてった友達 <laughs> なんてやばすぎないちょっと今日一の爆笑案件です新作飲めるし触りくよえっ働いてたことあるのいいな買いに行きたいちょっとみんなのなんかバイトのエピソード知りたい面白いやつ 教一いたただきました <laughs> どうぞ今日一を贈呈結婚式場のバイト幸せな気持ちになりますよねやってみたいかも「新郎新婦のご入場です」ってやりたい時給が安す,すぎて飛びま… <laughs> 待って飛ぶのは一番ダメよ本当に飛ぶのは本当にダメです 飛ぶのは本当にダメです本当に <laughs> しかもさそういう飛ぶ人ってさ大体さなんか忙しい時に飛ぶじゃんおい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 ってなるのですよね待って星になっちゃってさ見れん昔マックでハンバーガーをドライブするしてたらあれちょっと待って昔マックでハンバーガーをドライブするしたらハンバーガー入ってなんか えなんかスカスカじゃないじゃんめっちゃ薄い薄いなってなな,なるよね絶対うちのバイトはもともとが安いのでしゃわりないけどんバックヤードなんだ自販機アニメイト楽しいアニメイトえすごいアニメイトでバイトしてるの 飛ぶっていくとい,いな児 <laughs> 童館でバイトしてるけど子供と遊んでお金もらうの楽しいよ <laughs> そうだよね私もちっちゃい子大好きだから本当にそういうさところで働いてみたいかもボウリング場でバイトしてた時は毎日4ゲーム無料で投げれたよなんかレナもボウリング場でバイトしてたよ でもなんかボーリングはやらないですぐ帰ってたらしいけど <laughs>。野球のチケットを売ってるけどおじさんにチームの文句言われます <laughs>。いやいや、私は関係ないので <laughs> となりますね。それは。飛んだ壁のコーヒーには1年後から行ける。なんで行けんねん。どんな顔していくんそれは <laughs>。あ、っていう感じで行くんですかおばあちゃんがマックでミニなししてて言っ <laughs> あるのお肉なしでお願いしますってことかわいいよばあちゃん某ピザ屋さんでバイトしてて勝手に見た <laughs>、ね、やばくない大丈夫なのそれなんかあれちょっと生地の減り早くないとかならない大丈夫ちょっとヤマトならやりかねないけど。 リユースショップでバイトしてた中古の家具とか家電,せ家電化製品綺麗にしてたすごリユースショップそういうことするんですねロフト楽しかったですロフトねロフトでもなんか広いとこはめっちゃ広いからさどこに何があったっけって難しそうかも指定された場所に1時間たってるだけのバイトしたなに <laughs> なんだろ警備員とかですか ななんかこういういい感感じじのオラーイオラーイみたいな感じですか <laughs> それかなんかあのグッズ列の最後尾に立って最後尾っていうのを持ってる人とかですかやっぱアイ,ドルライアイドルライブのイベントの場合としたら裏でももちゃんと喋れるんかな <laughs> 死ぬ <laughs> 喋れるんじゃない喋ろうよそれはで推奨しちゃったらダメだ推奨してはダメか ここさ今ロボットが運んでくれるよでも大体なんかチェーン店ってさそういう感じになってきたよね最近あのー、ガストとかも猫のさこういう猫のさなんか顔ついててさこうウィーンっていってさ人がいてもどかないじゃん <laughs> どかないからそのこの子優先でもなでなでしたらにゃーんって言うんだよしてたみんな 髪色何色でもオッケーいいね <laughs> 肉なし役さ <laughs> 肉なしね確かに桃花からニアショーに飛ばないでね怖いこと言わないでよ飛ばないよ <laughs> ケーキ屋さんでバイトしてた時余ったケーキ毎日たくさん食べてたえっいいねでもさやっぱなんかダイエットしなきゃって時でもケーキ屋さん働いてたらさ食べたいっていう気持ちになっちゃいそう最後のバイトを忙しすぎてピザなくなったことある絶対誰か食べてたよそれ 山本食べたんじゃね <laughs> クレープ屋でバイトしてた時毎日自分の好きなカスタム自由に食べれたよええクレープ屋で働きたいです私コンビニでバイトしてた時揚げ物多めに揚げて余ったものをもらうってやつしてたあー頭いい多めに揚げてってことかそしたら余るからってことなんだ頭いいですね シフクでただただ立ってるだけのババイイトトえどんなバイトそれどこに立ってるのあの猫泣くよスカイラークグループだけなのかなあーそうなのかなでも分かんない中山 10R ワイドボックス234取れましたあれか馬ちゃんのやつか 立ってるだけのバイトいいのね、立ってるだけでいくらもられるんですか。<laughs> 一人ガが人した時、猫のロボットで運ばれてきた。って気まずかった。あれ可愛いよ、笑って、こうやってね、私よくね。こう親のところ、よしよしってやるの。そしたら、あの。すごいね、喜んでくれるから。やってみて、みんな。<laughs> ゆうかちゃんもクレープ屋で働きたいって言うとった。ゆうかちゃん似合うね。なんかクレープ屋っていうか、なんかこうエプロンみたいな。 制服が似合いそう <laughs> だ料理してるからっていう理由かもしんないけどみんなの話聞いたらバイトたくさんしたくなる確かにいろんなバイトしてみたい毎日違うバイトしたい <laughs> でもそしたらあれだよね毎日慣れずにわからないまま次になっちゃうからバイト中ロボットに道を開けてくださいってよく言われる <laughs> そうだよねやっぱりクレープ屋のももちゃん絶対かわいいくるくる棒回して生地作るの話よなんかこうシューってやつこうやってやって。 <laughs> みたいな <laughs> あれを見るのが好きです成果のバイト楽屋で野菜を袋に詰めるだけでもさそれってさ割とさなんかこの重いのを先に入れるとかあるじゃん入れるコツみたいなだからねなでるまでは大変そう当たった何当たったの ?10 レース なんかい,いことあった <laughs> バイトが合わなかったとえばねえみんなに変なこと教えないで飛んじゃダメですからねちゃんとやめまして言ってよ急にどっか行くとかやめてねクレープ好きなんだいうか可愛い,いねコーヒー入れたくて喫茶店で働いたのにナポリタンしか使わせてもらえなかったからやめた <laughs> 理由可愛いんだけど コーヒーヒ入れたたかったんだ、ね、いいねコーヒーってこういうなんかこうやってゆっくりやるやつこう回すやつそれともこうやってやってなんか下でなんかあらじゃん。<laughs> 近くのコンビニ転移してくれてたいな <laughs> えそんなナンパしないでください今から二十数年以上も前の話だからスマホもないし確かにそっかスマホないのかでも一応働いてる時間だからスマホとかいじってもいいんですかねたこ焼きのたこ焼き屋のバイトたこ焼き屋のさバイトさ楽しそうだけどさ夏とかはさあそこにずっといるのなんか結構暑そうじゃない 暑いんですかももかちゃんコーヒー飲めないですこのルームに飛ぶのも禁止ですお話し会飛ぶのも禁止よかったみんな <laughs> コンビニバイト店内放送好きな曲流したりしてたそうなのそんなことできるの勤務中のそのほうも,も配信ならいいと思うそれはまあ <laughs> すごいめっちゃ盛り上がっちゃった な大丈夫かな時間何時ですか今私の予想は3時20分えすごくない5分違いなんだけど体内時計よし体内時計よしです3時15分ね5分違いなんか最近私結構ね体内時計ねすごいねいいんだよね 最近私がハマってる遊びはあのあのなんかするときに一旦スマホを置いといて時計も見ずにいろいろやって何分までやろうって決めて今ぐらいかなって言って時計を見るっていうのがあの <laughs> ハマってる遊びです <laughs> だからそれでちょっと培われているのかもしれない <laughs>。 でも勉強の時だけなんか知らないけど、いつも早いんですよね。なんかあんまり。当たらないですよね。<laughs> めちゃくちゃ遅れた、今日もありがとう、あ、恭平だ。ありがとう、こちらこそ楽しかった。なんだろうね。わかんないんだけど。飽きちゃん、うん、なんかわかんないんだけど。なんか。 ちょっと早い、私の体内時計が謎だねー配信もその遊びやってるからスタート <laughs> そういうことそういうことなんですかうん勉強の1時間はたつのマジで遅いそうれなわかるでも逆になんかテスト前日とかだとねさっきまで3時だったのにあれ もう7時だみたいなあれみたいな, <laughs> なそういうのあるおやつの時間だからさそろそろおやつを食べないとお出かけしてくるやっとゆっくり配信見れて本当に嬉しかったですお話し会もありがとうあっ2本ありがとねお出かけいってらっしゃい気をつけてねうさぎだけめちゃくちゃ 口はもうできない <laughs> そうなのさっきもねちょっとねあのこれで溶かしてみたんですけどねちょっといまいちでした今更かぶりものの話だけどやっぱりうさぎって形も折れてるんだねいや勝手に折っちゃったから普通にこれもできます <laughs> でもちょっとこれは変かなと思って。 畳耳を持ってみました伸びるよ逆にこっちも曲げれるしちょっと待ってこれはちょっと誰ですかって感じですね <laughs> ウサギじゃないですよねちなもにや <laughs> なんかここ余分な場所がなんか こんなウサギいないから本当。と可愛いウサギ見に来たよありがとうございますあ、コアラさんなんだ私はウサギさんですこれが結構ねピンときたんですよね シナモンは犬ちょっと前髪長いからさ分け分けようかなちょっとアイロンないから変になっちゃうケープしちゃったんだよねよいしょ 充電外してシナモンがデ例で一番好きですかはいそれは1位ですシナモンが桃 <laughs> ももかと同じやつをひーちゃんが昔かぶっててあー鈴木さんがでも多分なんか私のやつ結構毛が乱暴なので多分違うかなと思ってお写真見させてもらったんですけどあのー すごい毛が落ち着いてたので鈴木さんのやつはだから違うかなってちょっと思ったんですけどでも色とかは一緒かもしれないですねよいしょ鏡ない。 すいませんしがないもう次次なくなっていく前髪がねえしなくなっちゃったなんで <laughs> ないよえなんでこの短時間でなくす あれないさっき持ってたよねどこやったっけないああ布の上に座ってた 前髪長いからちょっとだけあれしました、うん、よいしょお待たせちょっと変かなちょっと短くなったでさっきよりなんか前髪じゃないのいるんだけどあれこれ何これはどこの髪の毛 うさぎのやつつけてるとむずいな切ってないよ巻いたんだよ 最新でものがないって言ってる間だいたい1枚がなくて <laughs> それ私だけよ <laughs> なんか耳もなんかすごい攻撃態勢になっているし本当あ,あなたこっちでしょなんかいやすごいくじの方向さしてんだけどこうねまたこっち。 そそのうち見られそうあなんかこれ針金だからねなんか折れるとかではないかも針金入ってる <laughs> なんかちょっと前髪短くなったらちょっとなんか幼くなっちゃったかもしれないやだお姉さんなのに。 先にスクショタイムしようかな綺麗なうちによいしょちょっとこれもなうっ張り金だから折れるね <laughs> あ,あそういうことかなんか昔下に引っ張ると耳が立つあっ分かるあのピコピコになるやつね さんに負けちゃった。<laughs> 初見です。ありがとうございます。ニンジン。スマイルです。百円ください。<laughs> リンクください。なんか暗いんだけど。 暗いうさぎさんの方で勉強したら結構ちょっと <laughs> こうやってやった時にさあのこうねなっちゃうから。 罰ゲームでスマイルくださいって言ったら苦笑いされます<笑>苦笑い辛いですねふうさんのファンレベルが十十1 0に上がりましたおめでとうございます <laughs> 10ってことは何なんだ 何まであるのレベルって、うん、数人を考えている様子手が止まっていますあ、大吉あ、大吉だあ、やった <laughs> ありがとうあと、ヤマトだありがとう大吉です さすが持ってますね。もかのウインクが一番好き本当？ありがとういっぱいウインクしちゃう。<laughs> あゆいちゃんのやっほーしてくれてありがとう。他なんかありますか？ なんかいびつなんか耳までできない <laughs> 耳までできないちょっと無理だ部活中ちゃちゃちゃんですかあえての猫 <laughs> なんか大丈夫これウサギに猫ですこっちか 前々の配信で初めて今日見ちゃった私もいっぱい今日出てるでも指差してはい <laughs> 来週の年収オッケー勉強ポーズ <laughs> もう勉強というだけでこうなりますのでねにゃい ちょっとなんかうさぎがにやじを言ってるの変だな眠いので3時半までにします小さいハートくん え、もう3時半じゃん。<laughs> もう3時半かい。えー、えー、ありがとう。も桃すけーありがとう。タワー何か好きなポーズありますかものすけ外出じゃなくても、ももか、どうしよう。どうやっ,てらっと反るもう。じゃあ、反対で。もうもうこっち。もうもう の。す。<laughs> け。ありがとう。<laughs> えっと。うん。だ。こっちか。い。す。き。<laughs> 大好きだよ。<laughs> 手持ちよかった。よかった。<laughs> ありがとう。 当てる。鏡も十万円本当。当てたここれで。<laughs> 最後だけ間違った。なんだっけ。血だったかも。当てる。 ありがとう。大好きだよー。コメント見てるよね。そうだ。そっか。そう、そうか。だち、好きになっ <laughs> あれ。まあ、大好きでも伝わるよね。きっと。きってこうじゃないの。ちはこうでしょ よいしょこれからテストがもうちょっと近くなるのであのー、あのいついつ次できるかわからないきょ今日は土日だから昨日今日はできたんですけどもうねちょっと頑張るねこのあとちょっとお昼寝したら <laughs> 勉強する予定なのですが絶対にお昼寝をしてあの 5時とかになってしまうんですよねやだやだダメダメそれだけは30分寝ますので配信でもするできるだけしたいけどあのー、時間ちょっと短くなったりとかするかもしれないだからみんなも頑張ろうねなんかいろいろ <laughs> 質問配信やってもいいよ質問配信質問 なんかある？勉強頑張ってね。ありがとう。そう、冬休み終わったテストあるんだよね。30分があの1時間じゃすみません。あの3時間ぐらいになります。あ、勉強の質問、そういうことか。あそういうことか。ありですね。皆さん大頭がいいので。 テストの点数は絶対に言えません <laughs> 私はもう本当にあのあの頑張って単位が取れれば赤点を取らなければそれでいいので <laughs> <laughs> 衣装ってやばったら好きな衣装配信オッケーあ五千人そうもうすぐありがとうございますどこの分野やってるのかわかんない自分でも 何やってんのか分かんない自分でも <laughs> お昼寝頑張ります30分で受けられるように学力テストは絶対にやりたくないに、ね、私絶対やばいからでもなんか何気さ,さなんか真ん中ぐらいそうじゃないですか私ってまあでもさ学年違うからさ高校の問題だとさまだ高校1年生とかだとさあれだから 小学生とかの問題がいいかなニアジョ頭いいの誰だろうでも萌花は頭良しそうだななんか頭いいというかなんかめっちゃ努力努力家だからテストありますって言われたらねめっちゃ勉強してきそう 30分ってやつ好きなだけ寝ていいんだよ。いやいや、勉強がありますので。宮城学力テスト一番誰だろう、このたん。いやでも、このたん、範囲によるんじゃないのって、このたんは一番下だからさ。年がね。だから、配信は22時までだよ。もう一回、コナーが上位になりそう。ねそうだね。確かに。 お姉さん意外と危なくなんかあゆみんかとかさどんな感じなのかちょっと気になるね <laughs> 私あゆみんのことねめっちゃね興味あるの <laughs> なんかあゆみんにいろいろ質問するのが好きで最近「あゆみんって何とかなのあゆみんってこれこれなの?」とかいろいろ聞いちゃうそしたら「めっちゃ聞くね!」とか言われる <laughs> 言われる <laughs> 面白いんだよねあゆみん ということでね。そろそろ。笑うかな。滋賀県の県庁所在地、え、待って、待って、わかる。勉強したことある。滋賀でしょう。滋賀、うん、滋賀に琵琶湖があることはわかるぞ。滋賀、滋賀。 滋賀、うん、って何だっけうん難しい <laughs>。でも私も小学校の時にめっちゃ頑張って県庁所在地と県名のこの2個をこう日本地図から書くっていうあの漢字で全部書くっていうのやった。 からもう一回挟んんだけどなで <laughs> うんじゃあ三択で出してよ三択で三 <laughs> 択そしたらわかる <laughs>。 でも滋賀しかわか滋賀だけわかんないから他の県は分かる、はあ待って津市か大津市だなどっちだろうなんかさ何津っていうやつさ1個あるよねもう1個あるよねなんか大津じゃない滋賀市ではないのは分かってる。 神奈川、横浜ですあ、丸、やった <laughs> 大塚なるほど勉強になりました、頭良くなりました一個また一つ頭良くなりましたありがとうございます <laughs> 北海道は札幌 <laughs> 県庁総大臣も何の意味があるんやと思ってたえわかる <laughs> 確かに授業みたいになっちゃった兵庫は神戸合ってるでしょ このウサギやる <laughs> いえい、ーイありがとうございますしかもめっちゃ即答だからね今 <laughs> 意外とって何意外とって甲子園ってどこにあるのうんそれは分かんないウサギさん今ここで頭つくとお昼寝の時間のびちゃう <laughs> <laughs> あってそれはそうだわ確かにそうですねうそぎ界では一番頭いいありがとうございますじゃあ団長読みます 昼寝するからママにね「配信終わったらお昼寝しないでよ」って言われたのにお昼寝しちゃいますはいじゃあ13位エルフありがとうまってうさぎ見える形でやろうもう一回せっかくうさぎなのだからね、はい、あれめっちゃえりこっちだったいはい行きまーす 13位エルフありがとう。12位ヤマトありがとう。11位かずありがとう。10位まこさんありがとう。9位ちはちゃんありがとう。8位めぐもりありがとう。7位ももかちゃんありがとう。6位あやありがとう。5位ムッティありがとう。 四位おしずありがとう三位スーちゃんありがとう2位桃之助ありがとう一位ゆうありがとうゆう今見てないよねでもあそうだ間違った間違いましたストップストップ一位ジャカ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 ちゃんゆうありがとう <laughs> いないけどちょっとここはしっかりやっておきますあぶねー 忘れるところだったそれでは皆さん夢の中で会いましょうということでじゃあねみんなお疲れのん <laughs> お疲れのんですバイバイ